そこから先ですね、今ね、日本はね、その頂点に来てると思います。グラフさんにしてもそうだけど、言葉とあるなら学んでる。で、ジミー・ゴルウェイもそうでしょ、それからデボストもそうだし、ベネットさんもそうだし。まあ、日本という国はだからそういった意味で、小沢誠司さんも前言ってたけども、あんまりその他の人と違うことをやったりとか考えたりすると、やっぱり叩かれるというか、うん、いうことは日本はやっぱどうしてもあると。はい、うん、出る空気は打たれるぞみたいなところは、ことわざにあるぐらいなんだから、うん、っていうことはある。でも、こと芸術に関してはどうもそれはあんまりそうなってほしくないねっていうことをね、これはもういろんな人が言ってますよね、やっぱりね。ああこの子面白いことできる子だとか、この感性面白いなと思ったらそれを伸ばしてあげるっていうの、でそこは大事にやはり押していきたいなっていうのは、そうじゃないと確率的なその才能ばっかりがこう並んじゃう、うん、要するに日本でいう才能っていうのは、音楽の世界でいうと器楽奏者としては、正しい演奏ができる人、はい、うん、っていうのがまあ才能ある人っていうことなんだけど、フランスなんかそうでもないよね。正しい演奏って何かっていうところだからね、うんうん、例えばリズムがいつもちょっとこうずれそうになる人がいたとしても、そういうリズム感であの人はやるからいいんだっていう考えがある、うん、まあ、必ずしもオケができるかどうか分かんないですよ、はい、でもオケの中に入ったら5に入れば5に従えて入ったらできる場合が多いから、それはそれでいい。でも一人で弾かせた時に独特な音程取ったりとか、独特なリズムだったり、独特な歌い回しっていうのはいるわけですよ。でそれがまたファンができちゃったりすると、それはそれで、もちろん極論ではないけどね、あんまり極端な話はダメだと思いますけど、でもそういうことってのよくあるんだけど、日本では意外と規則っていうのは非常にあるから、はい、やっぱり規則にのっとってないとなかなか認めてもらえない。そうですね、だからコンクールなんかでもミスがない方がいいと。海外のコンクールは違うロジックで審査されてるなって。そう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 、うん、まあミスの一つや二つあったって、うん、面白さあるいはその今言った他にないよこういう感性っていうものの評価を高く感じるかっていう、そこがやっぱり違うところはありますね。日本で大学に入って楽器を上手くなりたいと思うと、うん、まあ、当然技術的なことがまず先に来るので、まあ、音を並べること、音がでかく小さくコントロールできること、うん、音程いいこと、あと間違えないことになってくるんですけども、うん、そういうのがみんなができるようになって、さらに追い求めるようになるとただのこうサーカス、うん、その先にある音楽っていうものっていうのは具体的にどんなものだと思ってますか？おそらくね、僕は思うんだけどね、技術的なもの、今言ったような音程だとかね、リズムだとかテンポ感だとか、まあ強弱にしろ、まあフルートならフルートの技術であるわけだから、その技術が一応非常に高いレベルまで達した場合はどうなるかっていうと、そういうことが演奏できる人たちの集合体として一流って言われる、そういう世界が実際にあるわけで、僕も、まあ、そこを目指していることは間違いないね。僕っていうか、教えるときも。そういう人たちの中で、それを求めれば求めるほど、だんだんと違いがなくなっていくんですよね。個性の違いがね。はい、うん。一つになっていっちゃう。で、まだね、なんか音程があんまり良くないとか、まあ、音がまだ出てないとか、成長段階において、その子を聴いたときの方が、まだ色があったりする。色というか個性っていうの、まあ別な言い方するとそれはその人の癖なんですよね。歌い回しにしてもそれから音楽の進め方、乗り具合とか、それも独特なものがあったりする。なんか早くいっちゃう子もいれば、あんまり早くならないで何吹かしてもきっちりじっくりやるっていうのもいるし、いろんなそのタイプがいるわけだけど、そういう人たちっていうのはだんだん修正されていくわけですよ、うん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 、やっぱり上に行くに従って。でなぜそう修正されるかというと、やっぱりそのコンクールの世話大きいね。やっぱりね、はい、一番コンクールっていうのは難しいのは、どういう人を上位に持っていくか、まあ優勝、入賞させるかっていうことが、突き詰めていくと、非のない人だね。やっぱり、まあミスがないとか、音を間違わない人、変な音を出さない人、傷がない人っていうことになっていくんだけども、そこから先ですね、今ね、日本はね、その頂点に来てると思います。世界的に見ても。全ての楽器多分そうじゃないかな。管楽器も相当そうだと思う。これから先はそういう状態になってる人もたくさん、そんなたくさんいないかもしれないけど、相当いますけど、その相当いる中で、これからどういう音楽をしていくかって、音楽っていうのは結局は個性の主張だから、この個性の主張っていうのはベートーベンはベートーベンらしく、もちろんバッハはバッハらしくなんだけども、やっぱりどう自分がそういう
何百年も前からこう演奏され続けているそういう音楽を自分がどう感じて、それを今度どうお客さんにメッセージとして伝えたいかという意思の表れね、感性ですね。その感性がない状態でいつだけに集中して演奏してるっていうのがやっぱりコンクールでやっぱり求められてるとこかもしれない。ミスがなければないほど、まあ音なんかにしても並んでれば並んでるほどいい成績取りやすいっていうのが今現状なのね。だからそこがやっぱりこれから一番日本にとっては僕は難しいとこで、今言ったそのメッセージなり何なり自分の伝えたいものを強く打ち出すほどミスが起きるんですよ。なるほど。ミスりやすいんです。そうするとコンクールではうまく評価する。その前で落っこっちゃう人が多いんです。じゃあつまりまとめると、一生懸命コンクールを取ろうとみんながしてる中でどんどん個性をなくして、まあ言ってみればつまらなくなっていくという、そうですね、そういうパラドックスが今起きているという。起きてますね。で、そのいい例が、ランパル先生がニューヨークカネギーホールでリサイタル、彼は年間おきにずっとやってましたけど、そこでニューヨークタイムズの、批評でね、出たのはランパルの演奏会について、昨日のリサイタルは、うん、素晴らしかった、彼は完璧ではなかった、完璧よりも素晴らしかったっていうそのことが、うん、He was better than perfect っていうねことをバンってこう書かれてね、記者もすごいですね。そうですね、すごい分かって、で結局そこを聞いてくれてたっていうことですね。うん、こういう風な演奏ができてる。だからこそ、まあ彼は当時ね、アメリカ、まあ80年、90年までぐらいまで、王者ったら変だけどね、レコードも100万枚以上売ったわけだから、大スターね、アメリカでね。だからそういうそのことになれたのは、彼がどれだけ完璧だったからかっていうことではないと。音楽家として、さっきスタンが言ったように、彼みたい人はもう二人といないよっていうね、その個性が、やっぱり、じゃあ、僕ら出せるかなって言ったら、なかなかそれはね、難しい、うん、難しいですね。難しいです、すごく難しい。だからああいう人はこれから本当、うん、もう出る出ないは分からないけど、で本当にそうは出ないですよね、やっぱりね。そういうふうな人間を作っていってないんですよ、今世界中で。日本そうコンクールがあるから。ああ、ランパルはコンクール受けてない。受けてたらもうね、多分優勝したと思いますよ、うん、受けてない、一度も受けたことないです。コンクール受けない方がいいんじゃないですか。ただ世の中に出るためにはコンクールをステップにしていかないとなかなか世の中に出られないっていうのは今現状だしね。だから僕は今思うんだけど、そういう人たちを見つける、僕らはそういう仕事を今してるけど、審査員やったりして少しでもそういう個性ある人を見つけていくと。でそれはね、大事なことだし、そういう審査員が一人でも増えていく、これから行ってほしいし、だからこそ審査員っていうのは複数いるわけですよね。少しずつこうまた違う方向に行ってほしいなとは僕は思うけども、まあ難しいところですよね、はい、若い奏者方に伝えたいこととお伺いする予定だったんですけど、まあフルティストを目指すんであれば、やっぱり日頃の努力っていうのはすごく大事でね、積み重ねね、やっぱりね。で皆さんいろんな先生に習っててレッスン行ってると思うんですけど、先生がその時一つ注意したことを、やっぱ次のレッスンで持ち越さないようにすると、それが一つ の目標としてやったらいいかなと。いろんな忙しいこともあるから、なかなか古いところのことばっかり考えられないのは分かるんだけども、目標を一つ定めてですね、あ、自分が音程ちょっとここ悪いとかここ高いとか言われたら、もうそこは高くなるとこなんだと思ったら、やっぱり次から高くならないように吹くっていうのは、もうこれそこでちゃんともうマークしちゃう。そうですね、うん、でそういうもうちっちゃいことなんだけど、そんなのはちっちゃいことなんで、それ一つずつ全部こう積み重ねですよね、うん、うん、それをやっていくと、まあ年間に何十回かレッスンは皆さんあるし、その間皆さんも 何百時間も練習してるわけだから、それを積み重ねたらどれだけね変わっていくかという、そこはもう一番大きいとこかな。でもね、僕が思い出のはね、コンサバタルの時ね、一度だけね、ランパルのお父さんのジョゼフ・ランパル先生に聞いてもらったことあるのね。でランパルのお宅に行った時にお父さんがいて、でランパルが日本から来てる生徒だ、ちょっと聞いてやってよっていう感じでね、で僕もうわ、この人がジョゼフ・ランパルなんだって。で、もうでもね、もうねプシュッとしててね、あの頃いくつだったんだろう、80代の中ぐらいだったのかな。もうでもランパル先生は50代の終わりでもうバリバリだったんだけどね、面白いのはね、
ランパルってね、お父さんの前ではね、もうなんかずっとなんかそわそわしてるっていうかね、お父さんがなんて言うだろうな、この子はこのなんて言うだろうなって気にして気にしようがない、僕の演奏じゃなくてずっとお父さんずっと顔見てるね。あそれが面白いですね。面白い。そしたら結局ね、お父さんってすごく怖い人だ。やっぱりあれだけ、マルセイ音楽院で、マルセイ音楽院っていうのは言ってみれば地方の音楽院だから、パリの音楽院よりもまあ格下なんだけど、でそこでもうランパルトからリューとかね、あのボーマディもそうだし、マリオも全部育てたんだけども、だけども結局一番怖かったのはお父さんで、結局基礎なんですよ。もう基礎ばっかり言ってた。でその証拠にランパルが僕コンサバタリーにいた頃も、急ぐなんだとか、こうリズムが崩れるとか、そういうことばっかり言われた。ほら、そう、意外ですね。意外でしょ。本人は自由に。そう、本人は相当、なんていうの、それこそランパル節なんだけど、あの人はね。だけども、そういうふうにしかレッスンしなかった。もうそこはもっと幻想的にとかって、言ったの、聞いたの覚えてないな。そんなことない。もう、そして、そう言っときながら、その日の夜、プレイルかなんかで彼のコンサートに行ったら、あそこにいるのはいつものランパルなんだよね。で、それはもうよく思ったね。で学校を言葉たれてレッスン受けると、またちゃんと吹かないでまた怒られたなと思いながら、まあ、イベルのコンチェルトなんかもそうだったけども、もうちょっとでも早くなるとすぐ言われた、早くなるなって。だからそういうふうなその基礎ね、それも全部お父さんから来てるだろうし、やっぱり基礎っていうのはすごく大事だなと。何の世界でもきっと歌舞伎でも能でも何でも全部基礎っていうのはもう非常に厳格にみんな学ばなきゃならない世界だと僕は思いますね。基礎っていうのはソルフェージュだったり音程だったりリズムだったりそういうことであって、基礎練習とかそういうことではないですか。いわゆるソノリテとか、はいはい、タマネルボーベルとかそういうのはランパル先生がやってたのでしょ。やってましたね。やってました。やってました。もちろんやってました。お手本たまに示すときはいつもタマネルボーベルの音階を彼はやる。あ、だからそれはやってましたね。間違いなくやってた。でそれはもうお父さんがいつも厳しくて、例えばデーは絶対に左手の人差し指上げなさいと。たまに塞がっちゃうことあるでしょ、早いパーセンス。ちょっとでも塞がると必ず、あら、そうですか。指摘して、それから A やるときは必ず右手の小指を押さえなさいと。うん、A。これを離したって鳴るんだけどね、はい、音が曇っちゃう。もうそれはもうすぐ怒られた。必ず、だから、レミ、レミってこういう動きを必ず彼はいつもしてた。ソノリティにはとにかくフランス人は敏感だから、ちょっと曇ったり くすんだりするのは嫌いだから、特になんだろうけどね。逆になんかそういうのは得意なのは日本人とかドイツ人で、フランス人はもう少しおおらかなのかと思ってましたけど、いや、フランス人はね、その先代のモイズなんかもそうですけど、最終的な演奏の目標っていうのは皆さん私たちは同じだと僕は思った。行くまでの道のりがちょっと道が違うんじゃないかと、行き方が。だけど求めるところはここっていうのはね、私たち一緒だと思う。例えばドビュッシーのパンの笛をモイズのレッスンも受けたことあるけども、モイズはドビュッシーと会ってるから、だからよくその話をしてたんだけど、だけど結局はモイズの演奏もランパルの演奏もやっぱりフランス人じゃないとできない演奏してるからね。だからもう全部ね、ルネル・ロアにしろ、サファネル自身にしても、ゴーベルにしてもそうだけど、エヌ・バンスにしても、もうランパルもそうですよね。みんなフランス人の流れっていうのはフランスの演奏の流れありますね。だからそういった意味では目的は僕は一つだと思う。人間ってもちろん多面性があるし、いろんな面があるわけだから、オーレル・ニコレーもコンサバタルでモイズについてる、グラフさんにしてもそうだけどコンサバタルで学んでる、でジミー・ゴルウェイもそうでしょ、それからデ・ボストもそうだし、ベネットさんもそうだし、みんなモイズ習ってるんですよね、あの人たちね。だけどモイズのどこを見て習ったかですよね。モイズの情熱、あるいはあの音、あるいはあの吹き方のテンポの揺らし方とか、どこを見て皆さん習ったかっていうことで、その後の成長が違ってると思う。奏者のレセプターによりきりで、また同じ人を見てても違うところを見てるんですね。で育ち方も違うんです、ね、そう、育ち方も違う。それは本当にキャラクターですね。例えばランパル先生も若い頃教えた生徒から最後の方に教えた生徒ってたくさんこう僕らの弟子の中にもいるわけだけど、みんなランパルのどこがいいと思ったって話した時にみんな違うこと言うから、若い彼のもう元気いっぱいなスタミナあふれる疲れを知らない、そういう演奏を聞いて育った、アドリアンみたい人はやっぱりランパルの魅力はそこだと思ってるから、
彼もそのランパロを語るときはそのランパロのそういう躍動感あふれる素晴らしい演奏、そういうものが頭にずっと残ってるっていう。最後の方で年を取ってずっと一緒にいたクラウディアリマニみたいな、うん、彼みたいなのはどっちかったらランパロのもう熟して熟して熟してもうヴィンテージもののもう超高級ワインみたいな、それを最後の方味わっちゃってるもんだから、うん、元気なランパロっていう印象は彼にはない。で彼はそういう演奏が最高だとやっぱり思ってるし、まあ、いろんな面があったしね、それだけ影響をいろんな人に与えたことは間違いないしね、うん、フルートっていう楽器は一番木管楽器の中では手軽な楽器だけども、うん、このリードのない唯一のこの楽器の魅力に我々は取りつかれてますけど、このフルートっていう楽器の奥深さ、追い求めるものは僕はね際限なく出てくると思うし、そういうものに皆さんねこう情熱をね費やしてください。音楽と共に生きるこの人生を豊かにしていくんじゃないかなと。でこれをやっぱりね生涯のですねやはり友としてフルート小脇に抱えてですねずっとこれからも歩んでいきましょう。いや本当にもう、うん、聞けば聞くほどどん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 話題が出てくるんですけども、うん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。